乱世、燃え上がる戦の炎と飢饉によって消えゆく多くの命、焦土と化したこの地に何を見出して生きてゆけばよいのか、答えを出せぬまま私は務めを果たすべくただ歩いていた。あの者に出会うまでは。昔より作りしところの諸々の悪業は皆無視の頓陣地による神威より生ずるところなり、一切を我懺悔し奉る。南無阿弥陀仏。
死にを食べ最後こんな体になったばかりにすまん。この日照り続きじゃ今はどこだって気がついたか。お前にとって命あるものは全て敵か。よし、わしはお前を殺して食ったりはせぬ。まあいい、ここに置くぞ。お前は人間であり人にあらず、戦わずにはおれん悲しき獣じゃ。うまいじゃろ。
自分を守るために殺す。そうせねば生きてこられなかったのじゃろう。だがな、助け合って生きるのが人間というものぞ。南無阿弥陀仏。さ、言うてみよう。南無阿弥陀仏。初めてにしては上出来じゃ。怒り、嘆き、傷つき、殺す。お前は苦しみの炎を背負っておる。アシュラ、今日からそう名乗るがいい。今は意味が分からずともよい。ただひたすら唱え、人になってゆけ。じゃもう使い物なんねえな。誰かこいつを谷に捨ててこい。待ってくれお頭、こいつは弱っているだけだ。飯さえ食わせれば。調子に乗るな。無駄飯ぐらいに用はない。いいか、とにかく日暮れまでに荘園の高台へ運んでおけ。こいつ、サブローを食おうとしやがった。してる。ほら、これを食え。まるで犬みてえだな。ついてくんだよ。あいつまだサブロー。もう食うもんはねえよ。しっし。この材木を高台に運ばなきゃ、こいつらに飯を食わせてやれねえんです。頼むから飛ばしてください。口答えするな。身分をわきまえろ。
なんだその面は、なんか文句ありそうだな。この身を食らってみよう。されちゃったかな。ああ、地頭様が相手じゃな。なんか
すげえやつだったよな、あいつ。おいで。
ナモアミタブチョ。ナモアミタブチョ。お前、念仏を唱えるの？すごいわね。私は若さっていうの。よろしくね。水車小屋に隠れてなくちゃ。お腹が空いているのね。まったく無茶するんだから、村の人に見つかったら大変よ。気の毒だよ。娘売っただけじゃなく赤ん坊まで死んじまって。食っちまったの。おい、好きにしていいぞ。 ありがとう、夫。アシラ、しょうがないわね。
働き者がいいならほらあそこの七郎って人はよしてよ三女の人なんかねえ若さ、うん、やっぱり男は返しようかね。よくここが分かったわね。見てごらん、これはキノコといってね、焼いたりお鍋にしたりすると美味しいのよ。今晩はごちそう持って行ってあげる。さあお前も手伝って、その大きなカゴをいっぱいにするの。キノコはねこうして木の根元に生えていることが多いのよ。湿っている場所でよく育つの。ほらアシラも探してみて。そんな危ないものを持っていたらいけないわ。返して。ねえアシラ、前に小太郎様を殺しちゃったでしょ。そしてあなたも死ぬ目にあった。もう私悲しいこと見たくないの。悲しい若さ、悲しい。もう人を殺してはダメよ。ありがとう、いい子ね。どうあしら、おいしい？まだまだたくさんあるからね。
つになるかは分からねえな。俺いつか三女から抜け出して自分の田んぼを持ってみせる。そしたら必ずお前を迎えに行く。本当は私村を出て七郎さんと暮らしたい。二人で都へ逃げましょう。若さ、柱俺は大丈夫で。七郎さん、どうして、どうして。やめなさい、柱。七郎さんに何てことをするの。お母さん、人手なし。なし。もうお前なんて知らない。出て行って。わかった。
ってことよ。こんな年派も以下の者が生まれてきたことを悔やむとは。こんなとこに、こんな苦しいとこに産みやがったよ。また会えたな、アシュラ。苦しいか。言葉をたくさん覚えたの。前より人間らしゅう見えるぞ。人でなし。ん？俺は人なんかじゃない。下駄者だけや。ならば念仏で共に心を鎮めようぞ。前にも言うたじゃろ。己の中の下駄者と戦い、人になれと。人でなし。みんな、みんな同じだにゃ。あいつらだって食うもんがなけりゃ殺し合いをしてるだにゃ。子供を食うやつだっているだにゃ。みんな敵だにゃ。うわあ、いつも食うか食われるか。だから俺には牙がいるんだにゃ。アシュラ、よく聞け。確かに人は皆けだものを抱えておる。だが他のけだものとは明らかに違うんじゃ。心ぞ。心。人には心がある。人はけだものの道を歩けば歩くほど苦しくなる。お前がさっき苦しいと言ったのは人の証じゃ。言ってない。ん？しかしうなずいたじゃろ。俺に心はない。だから苦しくない。俺はけだものだにゃ。そんなにけだものになりたいか。わかった。ならばそれを貸せ。この腕は仏に捧げよう。さくい、わしの腕を食ってみろ。わしも同じぞ。誰だって人肉など食いたくはない。それは理性があるからじゃ。だがな、誰しも時に魔が差し、けだものの本性をさらけ出してしまうことがある。だから己の中のけだものと戦わねばならんのじゃ。人を憎むな。己を憎め。己のけだものを憎め。これはお前が人になった祝いじゃ。出るの、ギスケど。おい、お前いいのか。何が。今、作事のところに都から人買いが来てる。若さなら高く売れるぜ。呼んできてやろうか。バカ言うな。娘を売りなんて頼むねえ。蹴れ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 。私も食うもんが減ってきて、お頭の目が厳しくなってきたんだ。だから、その、すまねえ。
大丈夫、私が甘いすぎてた。自分で何とかする。若さ、そうは言ってもな、うちもこの始末だ。分けられるもんはねえよ。悪いな。いいえ、すみません、無理を言って。そんな余裕あるわけないだろう。うちが欲しいくらいだよ。この次はもっと持ってくるよ。次っていつ？なるべく動かねえ方がいいぞ。腹減るからな。明日川に汲みに行ってくる。俺たちが決まった。昨日は言ってくれてなかったんだ。それじゃ決め事をしていけないだろ。これは俺たちのもんだ。それは俺たちの。どこへ持っていくつもりだ。あ、すまねえ、若さを死なすわけにはいかねえんだ。女のために俺たちを飢え死にさせる気かよ。俺たちの食い物だ、返せ。頼む、これっきりだ、これっきりにしてていただと。はい、この目で確かに。己が君許せん。直ちに村の者を忘めろ。今度こそ仕留めてやる。失敗したな。何をと。あん時あいつの言う通りにしときゃよかったよ。そんな骨みたいになっちまう前によ。いや、おめえの器量なら遅くねえかもしれねえな。どうだ若さ。嫌ならいいんだ、ちょっと行ってみただけだ。ただな、こうしてても腹は膨れねえからな。ギスケ殿、地頭様からの集合がかかったぞ。なんだってこんな遅くにか。知らないか、とにかく急げ。仕方ねえ。
とりあえず行ってみるか。情けをかけることは断じて許さん。いいか、わしの到着など待たずともよい。見つけ次第すぐに殺せ。仕留めた者には向こう一年分の米を取らせる。米一年分。楽器を見つけたら必ず地頭様に報告するんだぞ。地頭様の息子を殺したすばしっこい楽器だよ。捕まえたら1年分の米が褒美だ。そう、あ、柱若さ、若さに手出すな。食え肉。
今だっていっぱい苦しいだぎゃ。食わなかったらもっともっと苦しくなるだぎゃ。生きてほしいぎゃ。死ぬな。死んじゃ嫌だぎゃ。だから生きなきゃダメだぎゃ。若さ、どうして俺の言うことがわからないぎゃ。若ちゃんのこと、走る、ダメ、出たぞ、捕まえろ。おい、いたぞー！
頭。お前とは陸道輪廻の輪の中で一瞬すれ違ったに過ぎないのかもしれない。だがその縁にしに私は礼を言いたい。私はお前に教えられた。それは命食らわずして生きられぬ人の性がである。海に生まれた命を奪い、野山に育つ命を奪い、人は生きていく。罪を背負い、それでも与えられた命の限り生きようとあがく。だからこそこの世は美しい。